続いては SK48、 地元名古屋でサプライズライブ。大組閣後の新編成で初のシングル不器用体をリリースした彼女たち、新たなスタートということでリリースイベントを名古屋円頓寺商店街で行いました。事前の告知をほとんどせずゲリラ的に行われたこのライブ、会場はあっという間に400人の人だかり。これまで育ててくれた地元への恩返しとなるフリーライブとなりました。新曲不器用太陽は何位にチャートにするのか、この後のシングルチャートもお見逃しなく。